こんにちは、速稼塾の久保です。私の場合はね、年の差恋愛なんで、まあ、親子みたいな年の差なんですよ。だからまあ基本的に女の子もでこっちの方も俺が出すぐらいのことがもう当たり前で、それ以外の選択肢はないかなと思いますよね。いや逆にどうですかね、20歳ぐらい上の男性がね、割り勘ねって言って、それ恋に落ちますかね。それはね、お金が惜しいとかなんとかじゃなくて、なんかしみったれてる感じがして、なんていう、頼りなく感じるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、今の20代とか10代の方とか30代の方が絶対払えってこととか、割り勘がないとかっていうことは全くないです。まあ、あくまで私が50ぐらいになっていて、年齢がで20代の女の子とこうお付き合いするわけじゃないですか。ちょっとないですね。なんかそれはなんか妙な感じがすると思います。でも割り勘でやっていける年の差カップルも素敵だと思いますよ、それは。ただね、私ね、こういうふうに思うんですよ。まあ当然私が払うんだけど、女の子は最初の時に財布を出すふりをすること、そうじゃないことでやっぱり私も見分けますよね。それからね、3回とか4回に1回いつもごちそうになってるんで今日私出しますっていう女の子にはつつましさを感じますね。そういうところに気品とかね、その方の人を愛する気持ちとかっていうのを私は感じ取るんで、出されて当たり前って思う人もいるんですよ。別にそれが嫌じゃないんですけども、まあちょっと気の毒な人になるかもなとかは心の中でちょっと感じますよね。あくまでも年の差恋愛で限って言えば、もう20歳ぐらいね、親子ぐらい年が離れてて、家族で食事に行ってみんなで割り勘とかあるかなと思ったらないんで、私の目から見る景色っていうのは、20代の頃は結構ね、無理して財布の中はたいて、まあ、おごってましたけども、本当だからね、20代の頃って食事するじゃないですか。本当にあとね、紙のお金がなくなるんですよ。だからその後いいムードになっても何もできないというねそんなこともありました。あ、ちなみにね、私のあだ名はね、当時ね、味噌汁男というね形で呼ばれてましてね、なんでそういう風な味噌汁男と呼ばれてたかというと、まあ、20代の頃はね、結構度胸がなくて、まあ、女の子といい雰囲気になるんですよ。で、まあ、送っていくわみたいになるんですよ。そしたら女の子の家に上がってベッドに寝かせるんですけども、そこでね、何が起きるかというと、私は翌日の朝食を作って帰るというねなかなかそれが。で、その女の子も別の女の子とちょっと、ね、なんかコンタクト取った時に、あんたもやられたのみたいなね、なんだっけ、くぼっちって味噌汁男だよねみたいな感じでね、女の子も覚悟して部屋に連れてきたのに、まあなかなか会ったりなかったりみたいなね。だから誰がやったの、やったって言ったらね、申し訳ないです、誰がくぼっちとやったのかやってないのかっていうのは多分未だにお互い謎なんだと思うんですよ。私だけが知っているみたいなね、そんなこうエピソードでございました。ちょっとすいません、クリアにしてもう一回最初から話しましょうか。年の差恋愛っていうのはだから9対1で五分五分ぐらいの感じですよね。9対1で釣り合ってるって感じです。まあ、ですので割を食うのは男で当たり前、それとも全然涼しい顔、そして美味しいところは全部女の子にあげるみたいなね、感じ方としては、この人のそばにいたら楽だな、楽しいな、嬉しいな、なんかその何ですか、湯加減のいいお湯に入ってるみたいな感じ、本当に家族を感じさせる、お父さんを感じさせるってところじゃないですかね。やっぱこう力強い、それでいて、トゲトゲしくないような余裕のある男性を見せていくっていうことだと思いますし、多分私は別にその演出をしなくてもそういうふうに見えているんだと思うんですよ。まあそうですよね、なんか怒りっぽくってせこくって汚くってみたいな、ね、40代だとさすがに20代の女の子誘われても迷惑でしょやっぱなんぼかね、私がデートに誘っても来るってことは、食事に誘っても来るってことは、まあまあ許容範囲と思ってくれてるんでしょうね、きっとね。そういうふうに今振り返っております。まあ、ですんでね、清潔で不潔じゃなくて爽やかで明るくって、そして表情がよくって、で匂いがしなくって、それでせこくないみたいなね、で男性仲間からの評判もいいみたいな、そんな、まあ言ってみれば目指すべき男になっていれば、女性はまあそこそこ、感じのいい人って見てくれるんじゃないかなと思います。と同時にですね、これは女の子から聞いたんですけども、恋愛対象になる男の人ってのめったにいないらしいんですよ。その一つがまずね、汚いと、ダサいとか、とにかくうざい、めんどくさい、耳っちい、これが揃ってるそうなんですよ。だから、確かにな、そうならないように気をつけないとなと。で、
あの話を聞いてくれるのも大事らしいです。9割ぐらい話を聞いてあげて、で求められた時だけ男性側の意見がスタートするみたいなね、ちょっとテクニックになるんですけども、でしょ、でどう思うって聞かれた、このキーワードなんですよ。どう思うって聞かれた時に、うん、確かにな、何年ちゃんの言うことを最もだと思うよ、ずっと聞いててさ、うなずくことしかできなかったもん、ああ俺だったらそんな目に合わせないよって感じですかね。ちょっと低い目で目を合わせずに、ちょっと怒った感じで、あのその女の子の悩みのもとをね、叱るような感じで、要するに共感を持ってあげるんですよ。そしてイメージとしてはね、その相談に来てくれた女の子、自分に憤慨した女の子を背中で守るようなイメージで、あのイメージしたその問題に対してね、怒りをぶつけるみたいなことをすると、それでそこでね、その女の子が思いもしなかったような知性あるキーワードを使うと、わあすごいみたいになる、そうなんですよ、なるそうなんですよ。本当ですかね、あの若い女性ね。まあ言ってもね、年の差を感じさせないようにして感じさせるっていうね、さすが伊達に大人になってない、伊達に自分よりも15年20年先を行ってないな、この人にはいつまで経っても追いつけそうないからついていこうっていうふうに思わせることができるそうですけども、どうでしょうか。いってらっしゃい。